BMW801BMW801 はドイツの BMW が第二次世界大戦期に製造した航空機用空冷二重星型14気筒エンジンである。もともと大型機用のエンジンとして企画されたが、フォッケウルフの FW190 のエンジンに採用されたことで開発の方向性が決定づけられた。FW190 の他に18、18をはじめとする ドイツ空軍の大型機にも搭載されている。基本設計自体は比較的手堅かったものの燃料量調節や燃焼のタイミング制御といった各種制御技術には当時の工業先進国であるドイツらしい工夫が凝らされており、その概念は現代のレシプロエンジンで採用されている制御システムに通じている。 BMW801 の先祖にあたるエンジンは BMW132 である。BMW は1930年代にプラットホイット2社製のエンジン R-1690 ホーネットのライセンスを取得し、1930年代中頃までにはホーネットを改良して BMW132 を開発した。BMW132 は幅広く使用され、 特に五5 2のエンジンとして長い間活躍した。1935年、ドイツ航空省 RLM は従来より大型で大出力の星型エンジンを試作させるためにプロジェクトを立ち上げ、当時計画中であったブラモ社のブラモ329開発と BMW 社の BMW139 開発に資金援助を行った。しかし、開発開始直後に、 BMW がブラモの技術者を引き抜いて自社のプロジェクトに参加させてしまったため最終的に BMW132 を複列化した BMW139 のみが航空省のプロジェクトの対象として提案されることとなった。当初 BMW139 は爆撃機や輸送機などの大型機で使用することを想定していたが計画の半ばに ホッケウルフのクルドタンクが FW190 のエンジンとして使用することを提案した。空冷性型エンジンは液冷エンジンに比べて全面投影面積が大きくなりがちなため、当時のヨーロッパでは星型エンジンを陸上戦闘機に搭載することは珍しかった。しかしタンクはカウリングや胴体形状を空気力学的に洗練させ、 気流の経路を工夫することで効力を減らすことは可能だと判断したのである。以上の経緯で始まったエンジン開発の際に主に問題となったのはシリンダー先端までを冷却できる量の空気の供給であった。通常はカウリングの開口を大きく取ることで冷却空気を増加させるのだが FW190 では空気抵抗を可能な限り小さくする方針だったため、 機体の全面面積を大きくするような方法を取るとはできなかった。そこでタンクはプロペラスピナーの後方にファンを設置して送風を行いシリンダーを冷却するシステムを採用した。この冷却ファンはエンジンの動力で駆動されエンジンを通過した空気の一部は S 字型ダクトによってオイル冷却用ラジエーターへ流される仕組みになっていた。しかし、 それでも BMW139 を搭載した FW190 の原型機は、ひどいエンジン冷却不良に悩まされ、冷却システムが不完全であることは明らかであった。そこで、開発陣は一からエンジンを設計し直すことにし、設計からある程度時間が経過していた BMW139 の陳腐化も合わせて解消することにした。 このような経緯で生まれた新エンジンが BMW801 である。新エンジンは完成し、次第直ちに量産に移れるものを目標とし、1938年10月から開発が始められ、設計開始から半年後の1939年春には試作品が完成し、1940年から量産が始まった。 BMW139 と801の最大の違いは、シリンダーの本数、前者は18本、後者は14本だが、それ以外の基本的な設計は、ほぼ同じである。なおシリンダーの本数が少なくなった分、一本あたりのサイズは大きくなっている。同時代の液霊エンジンでは1シリンダーにつき4つ以上のバルブを備えているのが、一般的で、空冷エンジンでも、 イギリスのブリストル社製のものはスリーブバルブを採用することでバルブ数を増やしていたが BMW801 では139のオーソドックスな設計を踏襲したため1シリンダにつき吸気バルブと排気バルブはそれぞれ一つずつしかなかった。また当初導入された下吸気はエンジン駆動の一段に即機械式 DB601 のような流体継手式ではないであり。 中高度以上での性能は制限された。BMW801 には先進的な技術が導入されており、排気バルブのナトリウム冷却や燃料噴射装置、エンジンの制御機構であるコマンドゲレートは機械式、アナログコンピュータにより、燃料の流量、プロペラピッチ、下級機のセッティング、燃料、空気の混合比と点火時期等がスロットルレバーの操作で、 自動調節さ、エンジン操作の負担を軽減していた。これは、現代の航空機のファデックなどエンジン制御の先駆けとされる。おおむね開発の時系列順位に表示、第二次大戦中のドイツ軍機は、エンジン部分をユニット化、モジュール化して、胴体部分との取り付けの便を測っており、BMW801 の場合も、カウリングとセットにされて、胴体とネジ止めすれ、 使用可能な状態で工場から出荷されていた。エンジン側の取付部の規格には、モートランリッチ略号 M とトライブワーク線リッチ略号 T があり、T は M を拡張したもので、互換性があった。BMW801 ではこの規格、M か T かを用いて、エンジン本体とカウリング等の付属品も含めた製品としての形式が表記される場合があり、 例えば M 規格の A、B、L 型はそれぞれ MA、MB、ML とし出荷されている。この例では、規格型が名称となっているが常にそうだったわけではなく、例えば T 規格の E 型は TG や TH として出荷されている。もちろんこれは T 規格の G 型や H 型という意味ではない。ちなみに T 規格の G 型や H 型はそれぞれトルコリラ。 tp と表記された。また、排気タービン下級機装備の J 型や Q 型が T 規格と特に関係なく TJ や TQ と呼ばれるなど表記が非常に紛らわしいことがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。